その言葉を。 何匹来ようと負ける気はしません。 戦います。 回復をお願いします。 苦しい状況です。 足に攻撃を集中しましょう。 慎重に戦いましょう。 危機こそ旅の醍醐味ですよ。 何か起こりました。 離れてください。 起こっているサイクロプスを滅びやすいです。 止まれてきました。 そうでしょう、確信です。 捕まらないよう注意を。目を狙っていくださいサイクロプスの弱点は目を狙いましょう。スープにまた大きくて棍棒がやっかい。サイクロプスの牙が折れました。何かあるよ。サイクロプスの目を狙いましょう。 目を狙ってください。 了解しました。すぐに行きます。そちらに行きます。
ここからが正念場ですよ。戻ります。何も入手できなさそうな場所は適度に見切りをつけて進みましょう。ゴブリンたちはこの森の奥から現れて人を襲うようです。各社様にそばで待っています。倒れろ！各社様を狙う敵を倒せ！邪魔だ！ひるんでいます。自然豊かで良い場所ですね。動きをよく読んで狙います。近くには特に注意してください。噛みつかれないよ。注意よ。攻撃を避けるのが得意なようです。闇雲に攻撃してもかわされない。この辺りは木々が多く採取資源に恵まれています。すぐに動きます。そちらに皆さん警戒しました。あれは役立つものかもしれません。これは入手しておきます。狼は群れで行動します。倒れろ。攻撃を避けるのが得意なようです。アイテムを拾います。何かあるようです。噛みつかれないよう注意を。何かありますか。様子を伺います。倒れろ。そちらに行きます。何かありますよ。狼は群れで行動します。こう曲がりくねっていると道の先に何がいるか。突然の落石など坂道は注意しましょう。出会う人には盗賊や山賊などの輩もいます。ご注意を。何かが潜んでいるかもしれません。注意して進みましょう。領土に続く道とは違うようです。この先に何があるんでしょう。岩場の影にはご注意を。何者かがいるかもしれません。この道はどこに続いているのか確かめてみますか。
警戒しておいた方が良さそうですよ。魔術師がいます。注意してください。大きな傷は厄介です。何かを運搬するには険しい道です。まずい。弱そうなやつからやれ。各社様は私が守ります。大きい技をかわし、攻撃だ。お任せください。逃げるぜ。あいつだ。攻撃を。攻撃後の隙を狙いましょう。まずい、劣勢です。隙のできる機会があれば。了解しました。すぐに行きます。大きい技をかわし直後を狙いましょう。我々の勝利です。攻撃を連続で食らうと危険です。傷を癒しましょう。狭い道です。歩きにくいですね。いつか海洋から人間がいなくなる。特に注意してください。噛みつかれないよう注意を。今助けます。動きをよく読んで狙います。戦闘用に相手の先です。闇雲に攻撃してもかわされます。じりじり囲んできます。噛みつかれないよう注意を。意外と海が近いですね。こんなものですか。楽勝ですね。オオカミがいます。何かあるようです。闇雲に攻撃してもかわされます。この程度なら負ける気がしません。道が分かれていますね。行き先をよく確認しましょう。傷を癒しましょう。了解しました。そちらに行きます。とりわけ野党や族などはここに現れる頻度が高いようですね。敵にも様々な長所や弱点があります。よく観察し有効な手段を探りましょう。警戒しておいた方が良さそうですよ。こう曲がりくねっていると道の先に何がいるか。ハーピーがいます。各社様を狙う敵を。各社様を狙うとは。ハーピーの声は押さえつけます。早く攻撃を。ハーピーです。まったく大丈夫、私がついています。ハーピーに迫って敵を連れ去られます。力を待った結果です。厄介な歌声を使います。注意を。どうやら炎が苦手なようです。やりまし
何かあるようです。傷を癒しましょう。道が分かれていますね。武装した敵です。かかれ。喜んでやりますと。何匹か敵にしません。やりますね。今のは効きました。レッセル、意識が届いてきました。苦しい。回復お願いします。正念場ですよ。攻撃後の隙を狙いましょう。大きい技をかわし、直後を狙いましょう。やりました。こんなものですか。楽勝ですね。アイテムを拾います。何度でも回復します。今戻ります。少しお待ちください。こいつは厄介です。このような場所で動物を回復します。おばちゃん、まったく世話の焼けるお方です。ハッピーです。このままで倒れそうです。厄介な歌声を使います。注意を。ハッピーの声は危険です。やりますね。今のは効きました。しくじりました。アイテムを調達します。傷を癒しましょう。各社さんが狙うと思う。ハーピーに捕まると上空へ連れ去られます。気をつけましょう。ハーピーの声が危険です。起きてください。すぐには従いません。やはり私がいない。厄介な歌声を使います。カクセ様、すぐに助けます。ハッピーに捕まる。毒に連れ去られます。リージナル攻撃が届きます。回復します。お待ちを。これは入手しておきます。何かあるようです。
この一帯にはハーピーが出没します。上空には一層の注意を。なかなかにややこしい道が続きますね。迷ってしまいそうです。険しい山道ですね。すぐに戻ります。戻ります。了解しました。すぐに行きます。我々は峠の犠牲者にならぬよう気をつけましょう。激しく争った形跡が認められます。谷間の道のようですが、先が気になりますね。武装した敵です。処理のできる機会があれば。攻撃を連続で食らうと危険です。楽勝ですね。全員やれ。傷を癒しましょう。武装した敵です。こいつは厄介です。各社さんならそばで戦います。敵後の隙を狙いましょう。喜んでやりますとも。戦います。隙のできる機会があれば。こんなものですが、楽勝ですね。傷を癒しましょう。視界が悪いですね。気をつけてください。足元に注意してください。段差が激しいです。今の道のようですが、先が気になりますね。ゴブリンです。無理をなさらずに。この辺りは領土と宿営地の中間地点といったところでしょうか。今では敵に挟まれないように注意しましょう。社会を狙う敵を倒します。やりました。我々の勝利です。この程度なら負ける気がしません。相手でした。力を合わせた結果です。ゴブリンの群れです。魔物よりもまずは相手も。各社様行きましょう。戦います。士気が上がると厄介です。魔物が興奮し始めました。動きを止めました。ゴブリン
アイテムを拾います。物陰に何か潜んでいないか気をつけましょう。こんなものですか。楽勝ですね。近年魔物の生息範囲が拡大し、街道の安全性は著しく低下しました。この大衆はゴブリンのものでしょう。周囲に警戒を。大丈夫、私がついています。アイテム探索なら見通しのいい昼間に行うべきですよね。これが領都グランソレン、この半島の中心となる町です。ステファンさんのところに行きましょう。各社様、大丈夫ですか？魔物に怯えず暮らせる良い町です。ステファンさんのところに行きましょう。宿賃は常に確保しておきましょう。サロムは僕と同じ研究室で働いていたんだ。あれが真の天才、いや奇才ってやつだね。最後は何かおかしくなってしまって、研究資料を全部燃やして姿を消したんだ。まあ天才に気候はつきものだし、そこんところは気にしない。僕の興味は一つ、彼が研究中に大事に抱えてた書物だ。あれはぜひ自分のものにしたい。そのためなら泥さらいでも何でもやるよ。これだ、探し求めていたサロモの魔導書。この一見何でもない装丁ににじみ出るただものでない雰囲気、さすがの一品だろう。ありがとう。あんたには改めて礼をしなきゃならないな。そんな機会があればだけどね。クエストですべきことを学びました。クエストの知識は得ました。